取りました。まあ、こうされては、いかに腹に一物ある戸玉の大名でも、牙をもがれた虎同然。万に一つ謀反を企てる者がありましても、たちまち武家諸法度に引っかかり、切腹改易とあっては、猫よりおとなしくしているよりほかござりますまい。大名どもは、ひとまずこれでよいが。公家どもには、近中並びに公家諸法度がございます。まあ、今の彼らにできることといえば、まあ、蹴鞠ぐらいでございましょう。徳川家の敵は、戸様や公家だけではないぞ。真田山東の忍者でございまするか。忍者は、権力に屈することなく、ひたすら己の執念一筋に突き進む。寸断されても、なお襲いかかる。蛇のような奴らじゃ。大御所様ともあろうお方が、忍者が、妖神、天下人たる、爺の孫じゃ。怖いと伝え、こんな。ありがとうございます。いや、忘れてはならぬ。爺はかつて、築山殿と。